解剖学。解剖学、解剖学とは、広い意味で生物体の正常な形態と構造等を研究する分野である。形態学の一つ。研究対象により、植物解剖学と動物解剖学とに分けられるが、医学における解剖学は、後者の一部をなす人体解剖学、ヒューマンアナトミー E、メンシャンアナトミー D である。人体解剖学は、人の体、身体の作りや形について学ぶ学問である。構造を明らかにするためには、外部のみではなく、内部を細かく分けて研究しなければならない。アナトミーとは、アナ相互にあるいは、下から上に、富や切るという意味であり、まさに解き分ける、棒ということである。生命形態の自然史によると、解剖とは、解も、棒も共に刀で切る象形であり、アナトミアエトセトラの応語は古代ギリシャ語のアナテミン、アナ、アップ、タムのカット=カットアップ、切り尽くすに由来する。肉眼あるいはルーペ程度の拡大による観察で調べられる範囲で対象の形態、構造を記述する学問。日本では1771年に前野良沢、杉田玄白、中川淳庵、桂川保州らが、江戸の小津かっぱら形状で腑分けを学したことが有名である。肉眼解剖学はその意義、性質上、それまでの通念が覆されたり、過去の記述が時代遅れになるといったことがあまりない点で、現代科学においては学問としては特殊な性質を持っている。現在は医師、歯科医師の養成課程では、人の肉眼解剖学が、獣医師のそれでは、他種の動物を対象にした、肉眼解剖学が、それぞれ専門課程の初期段階で必須項目とされる。解剖実習と称して、ピンセット、メス、ハサミ、ノコギリなどを使い、遺体の諸構造、筋、骨、血管、神経、内臓などを傍出し、観察、記録する。肉眼では観察できない、微細な構造について、顕微鏡を駆使して調べ、構造を記載する学問。各器官、臓器内の構造の特徴を、それを構成する細胞のレベルまで、あるいは細胞内小器官のレベルまで解明するもの。便宜上、組織学の名で解剖学とは別の分野として扱われることが多い。複数の生物種の構造を比較することから、それらに共通する一般的で重要な事項を考察する学問。生物学では、形態面での進化の経路を構築する上で重要な手段となるし、獣医学では、それぞれの種での差が重要となってくる。一般に比較解剖学の名で呼ばれるのは、生物学における18世紀から19世紀半ば頃の流れを指す。医学の現場では、目的が異なるいくつかの解剖が行われる。肉眼解剖学に相当し、特に系統解剖学と呼ばれる。系統は前身の意である。主に学生の教育のために、大学医学部、歯学部、防衛医科大学校の解剖学の教育担当者の指導のもとに行われる。解剖に用いる遺体は、日本ではそのほとんどすべてが、検体制度により、本人の意思及び遺族の同意に基づいて提供された遺体が用いられている。遺体は、ホルマリン、アルコール等により、あらかじめ固定、防腐処理されており、学生は数週間数ヶ月をかけて解剖実習を行う。いわゆる病理解剖。病院で死亡した患者について、その死亡原因が不明である場合や施した治療の効果を判定する必要がある場合などに、病院の病理学の知識を持った専門医師、病理医によって割れる。遺族の同意に基づいて行われる。主に大学病院や、先端医療を行う研究機関としての役割、教育研修機関として、日本では臨床研修指定病院や日本内科学会など、各種学会の教育施設としての役割も併せ持った、市中病院で行われる場合が多い。この解剖に関する知識体系は、解剖学ではなく病理学である。司法解剖、行政解剖がこれにあたる。前者は、大学の医学部、または、医科大学の法医学教室が担当し、犯罪に関与すると思われる死体を対象とする。後者は監察医または監察医制度の置かれていない地方では大学の法医学教室が担当し、病院で亡くならずに、また犯罪にも関与しない死体を対象とする。例外的に、東京の監察医務院では、司法解剖に分けられる異常死体についても、検案の対象としている。この解剖に関する知識体系は、解剖学ではなく、法医学である。解剖の歴史は古く、紀元前3500年頃に古代エジプトで記述され、紀元前1700年頃に、写し筆されたエドウィン・スミス・パピルスには、頭蓋縫合や脳表面の状態といったことが、事細かに記述されており、この時代にはすでに人体解剖が行われていたと推測されている。古代ギリシャの鉄人であるヒポクラテスが、ヤギの頭を切り開いて脳を調べたほか、様々な解剖学についての記述が、ヒポクラテスの弟子が編纂した、ヒポクラテス著作集に記述されている。またその100年ほど後、アレキサンドリアの医師であったヘロフィロスが人体解剖を行ったと言われている。しかし、宗教的、道徳的見地から、病理解剖も非人間的な行為と考えられるようになり、従来の定説では、人体の解剖は厳しく禁じられるに至ったと言われている。古代における医学の集大成を成したガレノスは、数多くの解剖を行ったが、人体解剖が禁じられていたために、豚や猿、ヤギなどの動物を解剖せざるを得ず、人体からかけ離れた知識も残存していた。ただし、例えば、ローマ教皇ボニファティウス8世は1300年に解剖を特性罪に定めたが、直接解剖行為を禁止したものではなく、宗教的見地から遺体の地上の放置等を禁じた内容だったと言われている。再び解剖学が活発な動きを見せたのは、ルネサンス期である。1500年代に入ると、ボローニャ大学で体系立てた解剖学の研究が始められ、1543年、パドバ大学のアンドレアス・ベサリウスは実際解剖して、見たものを詳細に表した、デフマニカーポーリス・ファブリカ、人体の構造を出版し、近代解剖学の基礎を築いた。18世紀には、パリ大学でもウィーン大学でも解剖の講義が実施されていた。ただし、これが臨床医学の基礎となる病理解剖学に位置づけられるものかは、さらなる考察が必要とされている。病理解剖学と臨床医学が結びつくのは、マリー・フランソワ・クサビエ・ビシャなどの相互調整の結果で、あり19世紀以後のことである。日本の歴史において、最初の人体解剖は、日本書紀第14巻にある、雄略天皇の命によって行われた、若たらし姫王女の解剖とされる。ただしこれは一種の法医解剖であり、系統的な解剖ではなかった。その後、701年に成立した、大法律令では解剖の禁止が明文化されたと言われているが、原文は残存していないため詳細は不明である。その後の日本史において、解剖が行われたのは、江戸時代になってからのことである。京都の医学者、山脇東洋は、人体の解剖が医学にとって不可欠であると考え、市の後藤牛虎山に相談した。後藤はこの時、不分けは、官の制するところにて、解剖は、幕府が決めることという回答を行ったが、幕府が明示的に解剖を禁止した法令は確認されていない。ともかく山脇は、当局の許可を得、宝暦4年、1754年うるう2月7日に、京都の刑場で軽死者の解剖を行った。山脇はこの成果をまとめ、蔵子として出版した。これに対して、佐野安貞、吉松東堂、田中玄中、福岡貞介といった医者たちは、不分け無用論を唱えて、山脇を批判したが、幕府関係者からの批判はなかった。その後、明和4、5年、1767年、1768年には、東洋のこの源忠が7年、1770年に、荻野源外、川田信義などが、定価羽を解剖した。明和8年、1771年3月4日、前野良沢、杉田玄白などが、小津カッパラで解剖を行った。前野らはこれを機に、西洋医学書、ターヘル・アナトミアの翻訳作業を始めることとなり、解体新書の完成につながったことは、蘭学ことはじめなどに詳しい。寛政5年、1793年に、明利明が、8年、1796年に、柚木太厚氏が、10年、1798年、施薬院三雲が、京かばねの解剖を行って、記録を残した。呉秀蔵によれば、山脇東洋の宝暦4年、1754年の解剖から、田代万定、中来中庵などが、文久元年、1861年福井で行った解剖まで、記録に残された解剖は34例であったという。解剖が系統的に行われるようになったのは、明治3年、1870年以後である。長谷川靖、石黒忠則らは、大学等校から解剖のことを弁官に申請し、裁可を得た。すなわち、同年10月20日付の申請に対して、即日、片目伺いの通示という裁可があった。同月27日に清三郎の死体が第1号として解剖され、12月までに52体集まった。その中には、雲井達夫の死体もあった。また、明治2年、1869年に、田口和美により、井上幹女の死体が解剖されたことがあり、その墓は、東京白山の念即寺にある。一部の学校や、学校の生物部連盟では解剖実習が行われているが、小中学校での実技的解剖の授業はあまり行われなくなった。その大きな理由として、生徒の解剖に対するイメージの低さ、また、気持ち悪い。血を見たら吐いてしまうなどということも関係している。この解剖に対しては様々な意見があり、賛成意見としては解剖をやることによって生命の大切さや動物の内臓構造がわかるなどという意見と、それとは逆の解剖をやることは生命の冒涜だどという意見もある。解剖というものはマウスなどだけではなく、市販の魚類や軟体動物類、甲殻類などでも行うことができる。最近の解剖では、船やカエルなどを解剖することが少なくなってきている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。